海上自衛隊もが、2型護衛艦建造が、12隻で終了となり、新たな次世代 FMM が誕生する中、海上自衛隊が、本気でシステム開発に乗り出したとの情報をキャッチしました。今回は、コノモが、2型専属のシステム開発を軸に、詳しく見ていきます。もはや、AI の時代に突入マジで、やばい。2023年現在、海上自衛隊の護衛艦の中で、最新の艦級であるもが2型は、3月7日に、4番艦である、三隈を、長崎県の佐世保を母港とする護衛艦隊第13護衛隊に実戦配備し、装備する艦艇の近代化と入れ替えを進めている。海上自衛隊の護衛艦の中で初となる艦首記号である FFM を与えられたもが三隈は、この三隈の収益以前に、3番艦の城が、同様に、佐世保、神奈川県の横須賀を母港とする掃海隊群に、1番艦、も、ガミと、2番艦、熊野、が配備されていた。も、ガミ型は、その艦首記号が示す通り、FF が、水上戦闘艦としてのフリゲート艦を意味し、M が、嫌い、マインと多用途、マルチパーパスの両用途を体現する護衛艦であり、海上自衛隊としては、実に、50年ぶりのフリゲート艦の復活を行った形である。ただし現在の世界各国の水上戦闘艦における、こうした艦首の分類は、排水量等の測定が可能な数値の基準値で、自動的に決定されるわけではなく、各国の用途と運用等に合わせて表現されていることが多く、明確な定義は存在しない。設計を同軸する艦艇がある海軍では、フリゲート艦、ある海軍では、駆逐艦と呼び名らされていたり、以前であれば、排水量が1万トンを超える艦艇は、巡洋艦と呼称されていたものが、今は、駆逐艦とされる例が大半である。そのためもが、三型も、フリゲート艦である、こと自体に特徴があるわけではなく、艦艇に付与された能力から、従来の護衛艦とは異なる艦首記号を与えたと考えられ、その主たるものが、ステルス性、対機雷戦闘能力、多用途性だと召されている。もっともや、わかりやすいも、が、三型の特徴は、そのステルス性を大きく意識した、外観設計にあり、通信用の、アンテナやレーダーセンサ類を統合マストと呼ばれる環境上部の構造物に集約して、突起物を極力排した点にあるだろう。も、が、三型では、レーダー反射断面積を極力低下させるために、こうした統合マストの採用以外にも、甲板上の投病機材を艦内に収容し、艦の全幅と等しい上部構造とし、従来の艦艇で常識であった、甲板上の通路がすべてなくされている。ただし、こうしたデザインハモが、三型に特有のものではなく、最新の各国海軍の艦艇でも、等しく取り入れられており、いずれも、およそ四方等を除けば際立った突起物は少なく、艦艇の個性という点では、自由度は低下した感は否めない。次にもが三型に実装された、対機雷戦闘能力であるが、これは、従来は、はるかに小型な掃海艇が、海上自衛隊においては、担ってきた役割を、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0m、全幅 16.3m の同艦に持たせたものだ。機雷は安価でありながら、一定の海域の海上封鎖には大きな効果を発揮することで今も恐れられている兵器だが、ここ近年では一定規模以上の海軍力を有する国同士が阻止歌戦闘に及ぶ可能性は著しく低下したと考えられてきた。そのため、海上自衛隊に止まらず、
多くの海軍で、掃海艇の運用数自体を削減する傾向が顕著ではあったが、日本においては、近年は、富に、中国海軍による台湾への武力侵攻に連動した南西諸島方面の防衛の必要性が高まってきた。その中においては、日本の南西諸島等の島嶼部の周辺海域を、中国側の機雷の敷設によって、海上封鎖させる危険性が危惧され、従来の掃海艇が行ってきた、こうした追機雷戦闘能力をより、大型なのが、身型等でカバーする構想が描かれた。そのためもが、身型には、日立製作所製の対機雷戦闘専用の 999-1 ソーナーシステムや、日本電気社製の水上艦用専用の OQQ-25 ソーナーシステムを採用し、従来の護衛艦以上の対処能力を付与することを実施している。また、追機雷戦能力用に、敵の敷設した機雷を排除する仕組みとして、無人機を搭載し運用する形式を採用。JMU ディフェンスシステムズ社製の USV、機雷排除用水上無人機と、三菱重工業社製の UUV、機雷探知用無人機を実装する計画だ。三菱重工業社製の UUV、機雷探知用無人機は、OZZ-5 の名称で、2017年度に、正式装備として採用され、今年海外メディアの報道により、すでに、これらがも、が、身型において、実際に運用が開始されていることが、報じられる一幕もあった。またもが、身型は、こうした敵の敷設した機雷の排除だけではなく、自らも、艦位の機雷を敷設する能力を有しており、機雷は、艦の短座かな隊の保管庫と同じ場所に収納され、必要に応じて、戦術レベルで使用されることを想定している。これは、南西諸島などの島嶼部に対して、中国側が、上陸用の地上部隊を収容した、揚陸艦等を接近させるような非常事態を危惧しての対応策の一環と思われ、それらの艦艇の接近阻止を最終的に担う、手段と見るべきなのだろう。ただし、施行したもが、身型への対機雷戦闘能力の付与という手法は決してオリジナルというわけではなく、アメリカ海軍の沿海域戦闘艦が先に取り組んでいたことでも知られ、これはそこではオーガニック方式と命名されていたものだ。もが、身型は対水上用の戦闘用兵装としては62口径のマーク 41.5インチ、127mm、単装砲1機を全部甲板上に装備しており、これは対艦攻撃以外に、対地砲撃や限定的な対空目標に対する攻撃も可能な多用途な砲となっている。また、これに加え、4連装の17式艦対艦誘導弾の発射機2機もとも搭載しており、合計で8発の最大射程距離で、400km に及ぶ攻撃が可能で、かつ、こちらも、INS、管制後方誘導、GPS 誘導が可能なため、対地攻撃にも応用可能な兵装となっている。この人7式艦対艦誘導弾ハモが身型以外では、現時点では、海上自衛隊のイージス護衛艦としては、最新鋭であるマヤ型の2番艦、ハグロに実装されているのみであり、アメリカから、調達予定のトマホーク巡航ミサイルが配備されるまでは、貴重な兵装だと言えよう。これ以外に、モモが、身型には、マーク 41VLS、垂直発射艦の搭載が、前提とされているが、予算の関係と装備するミサイルの選定に、時間を要する点から、建造時には装備されておらず、ようやく、2023年度予算までに、12隻分の取得費用が承認された格好だ。こうした各種の兵装の運用等も含め、もが、身型は、艦艇の運航、艦艇の維持管理、艦内、及び、艦外への通信、指揮統制などの制御を欧米化にて実現しており、これらを、
OIQ-1 情報処理装置で集中管理し、インターフェースには OIX-129 が用いられている。この管理システムの構成は、ヘリコプター搭載護衛艦のイスモ、片や現行の潜水艦でも採用されている標準的なもので、これらをもが、身型では、CIC、戦闘機指揮所に一元化し、14機に及ぶコンソールを演習場に配置して、集中管理を実施している。こうしたもが、身型の運用システムについては、2021年3月に、海上自衛隊横須賀基地の船越地区に設置したシステムインテグレーションセンターにおいて、開発が行われたもので、もが、身型以降の艦内システムの構築にも、主導的な役割を果たすと召されている。県のもが身型については、2022年12月に、閣議にて決定された、安全保障関連の3文書において、当初予定であった、22隻の建造から、12隻での終了が判明し、その後は、10隻の新型の FFM を新たに開発、建造する方針が打ち出されている。しかし、個人的な意見ではあるが、次期 FFM が、現行のもが、身型から抜本的に必要と考えられる、その機能や設計が変更される可能性は低く、このシステムインテグレーションセンターも新型 FFM についても、延長線上で活用される公算が高いと思える。